アイテム番号 SCP-155JP オブジェクトクラス、ユークリッド特別収容プロトコル。 SCP-155JP1 はサイト8141の標準人型収容室に収容されています。事件 155JP325。 SCP-155JP1 は I5 サイト軍所属の無人島にある I5 サイト8130の標準人型収容室に収容されています。毎日の通常検査に加え、週に一度心理ヒアリングを受けさせてください。 SCP-155JP1 は毎日4時間の義務教育相当の学習と各検査実験に対しての報酬として書物ビデオの視聴が許可されますが、与える作品は事前にチェックし、ふさわしくないものは除外してください。SCP-155JP1 の心理的動揺は収容違反につながる恐れがあるため、職員は彼女を難病による入院患者として扱い、彼女自身にもそれを信じさせる必要があります。そのため、SCP ナンバーでの呼称は使用せず名前で呼びかけてください。また、両親の死去事実は言及しないよう注意してください。その他の対応の詳細はカバーストーリー15507、最後の一応を参照してください。SCP-155JP2 は高度 350km 付近の低軌道上に存在するため、現状その大部分は収容されておりません。SCP-155JP1 との関係が判明後、そのおおよその数と位置は常に監視下に置かれています。20年現在財団に収容されている SCP-155JP2 は7個体存在し、それぞれ SCP-155JP2、A から G のナンバリングがされています。I5 サイト、8130には SCP-155JP2、A のみが、他の個体は生物サイト、8102に収容されています。新たな個体を回収した場合にも生物サイト、8102に移送してください。個別に施錠された強化ガラス水槽に入れ、週1回 D クラスに水の入れ替えと餌の交換をさせてください。SCP-155JP2 が地上に降りた場合、機動部隊ル、3、星屑拾い、が回収に当たります。捕獲が不可能な場合は確実に破壊し、断片は焼却してください。SCP-155JP1 と SCP-155JP2 の接触は決して起こらないよう注意してください。万一発生した場合、30分以内にその危険性を判断し、必要な場合緊急プロトコル007、打ち上げ花火を開始してください。担当職員と機動部隊ル、3は緊急プロトコル7の手順を熟知していなければなりません。このプロトコルは事件 155JP6 以後制定されました。説明。SCP-155JP1 は戸籍上、県、市在住の、と記録のある、収容時点で、歳の少女です。一見して通常の少女と変わらない外見をしていますが、腹部のへそがあるべき部分に極秘動物人で目に見られるものに似た開き後部が存在します。開き後部の中心から半径 2.5cm の皮膚は5方向に向けて放射状に角質化しており、外頭部分からは通常の遺伝子に加えて、極秘動物と酷似する遺伝子の変異が検出されました。開き後部は消化能力があり、彼女本来の内臓につながっています。腹腔内部の小腸、子宮、卵巣、膀胱につながっており、それぞれ問題なく機能していますが、データ削除済み、小学2年生時に行われた健康診断記録及び、それ以前の記録には異常はありません。また身体以外の特性として、SCP-155JP1 はテレパシーによる SCP-155JP2 からの情報の受信が可能です。SCP-155JP2 は上空 350km 付近の低軌道上に住む極秘動物の人でもくの一種です。NASA、宇宙軍に対してはデブリ軍として偽装指定されており、確認されている個体群に関しては衛星カタログ番号47000番から47000番が指定されています。SCP-155JP2 は常に、
日本上空を通過する形で約 1.5 時間で地球を周回しています。財団が観測できる5センチメートル以上の個体は約4000体ほどで、互いに集合、離散を繰り返しながら、生息環境の宇宙線や低温に問題なく耐えて生存しています。真空に近い環境でどのように呼吸や栄養をとっているのか、生殖を起こっているのかは判明していません。今までに確認された個体はすべてオスでした。同様の個体群が他にいるかは調査中です。回収された個体は通常の海星と同様の餌を捕食しましたが、他方で絶食実験をしている個体は収容から、過月生存しています。SCP-155-JP-1 への情報の発信後、日本上空に群れが到達すると、SCP-155-JP-2 のうちの一体が腕の一部を未知の化合物の反応で破裂させ大気圏への突入を試みます。その後、体積を増やしながら SCP-155-JP-1 へ向かって降下します。この侵入角度、位置調整は非常に正確であり、過去の誤差は50メートル以内です。この際、表皮に含まれる同成分により緑色の流れ星として観測されます。着地した SCP-155-JP-2 の表皮は黒く焦げていますが、内部の損傷はありません。着地後1、2時間で、焦げた表皮を割り、さらに数倍の大きさに成長した後、SCP-155-JP-1 に近づこうとします。移動速度は 50cm の個体で秒速 50cm を記録しています。SCP-155-JP-1 との間にいる人間は襲われる危険性があります。成層圏の群れから分離した個々の SCP-155-JP-2 は SCP-155-JP-1 の存在自体は感知できるようですが、テレパシー能力は失われており、SCP-155-JP-1 もその存在を感知することはできません。テレパシーの内容は SCP-155-JP-1 へのインタビューでは特定の SCP-155-JP-2 の1個体とではなく群全体から送られており、漠然としたイメージで受け取られるため、ある程度 SCP-155-JP-1 の年齢相応の脚色が見られます。SCP-155-JP-1 は彼女は宇宙空間に住む彼らの一員であり、地上に落ちた王族の姫であり、SCP-155-JP-2 は星の世界に迎えに来てくれようとしていると認識しています。腹部の変異は王族の証しなのだと説明されています。テレパシーは SCP-155-JP-2 から一方的に SCP-155-JP-1 へ届き、彼女から情報の発信を行うことはできないとのことですが、何らかの原因で SCP-155-JP-1 と一定期間連絡が取れない場合、SCP-155-JP-1 に極度の心理的動揺が見られた場合にも SCP-155-JP-2 は大気圏の突入を試みます。最後の健康診断から7ヶ月後、夏休み明けに彼女は登校せず、そのまま不登校状態となりました。それから2ヶ月後、負傷した SCP-155-JP-1 が医療機関に運ばれたため、財団に発見されました。事件記録 55JP-1 を参照してください。ポイ1、事件記録 SCP-155JP-1、事件記録 155JP-0、2000年8月21日、県、市在住のアマチュア天体観測家が自身のブログに自宅から見えた緑色の流れ星を言及しており、重要度の低い超常現象として記録されていた。これに対応した SCP-155-JP には捕獲されていない。事件記録 155JP-1、 2000年11月2日、飛来した SCP-155-JP-2 が SCP-155-JP-1 の住宅を直撃し、全壊させる。SCP-155-JP-1 の負傷は軽微。両親は共に死亡が確認された。検視結果には異常は見られず、SCP-155-JP-1 を回収。事件はガス爆発として処理され、医療関係者には記憶処理が施された。SCP-155-JP-2、A を回収。
発見時の幅長は70センチメートル。清掃の肥大化を確認。事件記録 155JP2 2000年12月9日サイト8141へ移送された SCP-155JP1 が SCP-155JP2 の飛来を言及。有効な対策が確立しないまま2時間後にサイト8141付近30メートルに落下。被害なし。SCP-155JP2 B を回収。発見時の幅長は60センチメートル。清掃の肥大化を確認。以後軌道上の SCP-155JP2 群も監視下に置かれる。事件記録 155JP3 2000年12月15日 SCP-155JP1 を電磁波遮断措置が施された収容室へ移動。15時間後 SCP-155JP2 が12個体降下。うち3個体がサイト8141の施設に被害をもたらした。SCP-155JP1 を他サイトへの移動を申請。SCP-155JP2 は C、F の4個体を残し解剖された。発見時の幅長は35センチメートルから70センチメートル。生殖器の変化は見られず。2000年12月17日。移動申請が許可され、I5 サイト、8130への移動が決定、即日移動を決行。特に問題なく移動完了。事件記録 155JP4 2000年1月14日。移動後初めて SCP-155JP1 が SCP-155JP2 の飛来を言及。3時間後 I5 サイト。8130の塔内に SCP-155JP2 が落下。被害なし。SCP-155JP2 G を回収。発見時の幅長は50センチメートル。清掃の肥大化を確認。事件記録 155JP5 2000年2月17日SCP-155JP1 が SCP-155JP2 の飛来を言及。4時間後 I5 サイト。8130の収容室に SCP-155JP2 が落下。施設の一部が損壊。SCP-155JP2 は被害なし。SCP-155JP1 との接触前に機動部隊る。3が SCP-155JP2 を破壊。SCP-155JP2 及びその破壊を目撃した SCP-155JP1 に極度の動揺が見られた。事件記録 155JP6 2000年2月17日事件 155JP5 から 1.5 時間後 I5 サイト8130の塔内に50体から60体推定の SCP-155JP2 が落下。施設の3カ所が損壊。うち、第3フロア部分は全壊。職員3名が死亡。5名が負傷。うち1名は機動部隊る。3隊員。捕獲対処できる人員ではなかったため、すべての SCP-155JP2 に対し破壊措置を取る。SCP-155JP1 は収容室損壊のため地下避難所に移動していたため被害なし。緊急に SCP-155JP2 の目撃に対しての A クラス記憶処理を行い、動揺は収まった。以後、当日中の飛来はなし。ポイ1事件 155JP3 後の移動申請 SCP-155JP2 が降下する際のスピードは音速に近く。肥大化が早かった場合や複数個体が固まって降下する場合にはさらに危険な速度に達します。それが何十、何百という数になった時には、SCP-155JP だけではない深刻な収容違反を起こす恐れがあります。また物理的な被害の可能性以外にも、収容サイト付近への頻繁な、緑色の流星、は非常に目立ちます。
至急他の SCP と隔離したサイトへの移動を申請します。博士。